可愛くなろうって努力してる子可愛いんだよな。男女問わずこれには僕もね、可愛いという感情を思いました。いっぱい頑張ってるねみんな。あ、でもそういう意味ではね、ちょっとびっくりするかもしれないけど、 TikTok ってモチベになるぞ。可愛い人、かっこいい人がいっぱい動画出して、あれ見てるとやっぱ自分もこんな風になりたいな、じゃないけどこんなかっこよく可愛くなりたいなっていう気持ちになる。意外といい。あとたまにエッチなの流れてくる。加工もすごい。いやでもね、もうぶっちゃけ僕はさ、加工無加工よくわかんないからどっちでもいいんだけど、でも目指す先がさ、まあ加工されてたとして加工後でもいいじゃない。別にそこはどっちでもいいのよ。そういう話をしてるんじゃないんですよ。可愛くなろうとしてる、かっこよくなろうとしてるのが僕は好きだから。そうよ、ポテトだって元はジャガイモなのよ。加工してポテトチップスになったりポテトになってるわけ。元はジャガイモってわけ。全然意味わからん。